tbs ラジオ一応いい光と。ラジオ東京。西川峰子とおはようございます。えっと今日はお正月早々、伊集院さんの番組に呼んでいただいて、えー、とても楽しみにしてきました。 え何となんて言ったってねテレビで拝見してても頭のいい方なので、えー、どんなことを聞かれるのか楽しみたいなと思ってますので皆さんもどうぞ、えー、楽しんでください楽しめるように頑張りますよろしくお願いいたします TBS ラジオ伊集院光とラジオと時刻は10時になりました改めましてこんにちは伊集院光ですバッショイアシスタント安田美香です え今日はですね、ダブルゲストコーナーということで、はい、え前半お一人目のゲストは今お声を頂戴しました。歌手で女優の西川峰子さん。この人になってからどれぐらいですかね昔はあのウエストの西にリバーの川だったんですけど、はい、今はもう英語にはできます。何のに、まあ人儀の人。<laughs> に、えー、支える。それに、リバーの皮ってリバーだけかよ。<laughs> ええー、まあ、西川峰子さんなんですけど、はい、吉原炎上の俺、映画。映画のイメージかな。あ、あとは、あの、ヒット曲があるんですけども、僕の中では、もっちもっちーもチちッチの、<laughs> <laughs> そうそうそう、そうそうそう。ええ、いろんなお話聞きたいと思っております。えー、そして後半戦のゲストはタレントで女優の奥森さつきさん。十六歳。はい。えー、高校一年生女子高生で深夜ラジオが大好きで、でお笑いが大好きで。伊集院光が大好きという。そうなんですね。<laughs> <laughs> ニヤニヤするの、ね。<laughs> さえー、この後、えー、西川峰子さんすぐ登場です。 伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク、他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えし、ご本人にまつわるまるとについてお話を伺います。本日のゲスト、西川美ね子さんは、1958年生まれ、福岡県出身。 1974年16歳の時にあなたにあげるで歌手デビューし、日本レコード大賞など数々の音楽賞で新人賞を受賞。翌年から4年連続で NHK 紅白歌合戦に出場しました。また20代で女優業に本格的に進出。五社秀夫監督の映画吉原炎上や肉体の門では大胆な演技が大きな話題となりました。 その後も映画、ドラマ、舞台で数々の作品に出演。最近ではバラエティ番組でも活躍されている歌手で女優の西川美ね子さんが本日のゲストです。ということでスタジオには西川美ね子さんです。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。ますや、今ちょっと聞いてびっくりしたんですけど、もっちもっちもちも,っち,もっちって、はい。はいはい。ど、え、何歳から何歳 えっと、私が16歳から、23歳の不倫の恋をするまで。それセッで言わなくていいんです。一応、あの、違うのよ。その不倫の恋をしたから、ろされたの。でしょうな。でもさ、持餅と不倫は関係ないじゃないそうですよね、餅。食べるものだもん。そうですよね。そうよ、全然。うん、塩か姉妹がうまい餅です。餅はうまいの、私不倫でね、別にあの、 あの、運気が悪くなったわけじゃないのよ。あれね、結構ね、新幹線乗るでしょでね、東京から京都に向かってってね、名古屋とかつくでしょね、あの、ホームでね、ガラスをね、私が乗ってるの気づいて、おばさんたちがガラス叩くの、表から。私怒られるのかなと思ったらね、違うのよ。よく見てるとね、頑張ってミネコちゃんって言ってんの。頑張ってって。 私<ー>ほら、素直に認めたからね、好きですって。<laughs> <い> <laughs> あの当時。<あ>嘘つかなかったから。そうか、当時、これどういう関係なんですかって言われて。そう,そ,うそう、あの当時で、あんなに追いかけられたの多分、私が初めてぐらいじゃなんかっ はら高橋恵子さんの、あの、逃走事件と、はい。人を巻き込むんじゃないそうね、巻き込んじゃいけないよね。でもさ、あれ、インパクトすごいから、ねえ、時代が、そういう時代だったんで。いやいきなりお年玉トークいただきましたけれども。<laughs> すいませんね。大騒ぎでした、やっぱり、あの時、はい。大騒ぎなんてもんじゃないですよ。もう家の周りずっと、梨本さん、翼さん、福岡翼さん、えー、鬼小沢さん、そう、あの辺がもう張り込んで、張り込んで。 で朝3時まで電話が鳴るのよ。<ー>当時。いい迷惑。でもそれはね、23歳からしてみたらね、うんはい、それこそ今不倫会見なんて言ったら、うん、いろんな事務所の大人が頭を合わせて、いろんなプランを立てて、でいて後ろバックアップしてながら満を持してみたいな感じじゃないですか。うん、そ,うそうそうそう。でも23歳の女性が出てって、好きです <laughs> そうなんです。出てってっていうより、私はね、あの、まず記者会見をやれ で、どうするって言われた時に、あの、事務所から言われたんですね。で、その時に、あ、すいません。各、各社、えっと、一つずつで、一人ずつで。で、一対一で話させてくださいって言ったんです。いい。それで、事務所の応接間を借りて、一人ずつ、なしもさんだけ。はい。それ終わったら次の方。はい。 あ福岡翼さんみたいな感じで各局そういう感じで一人ずつやったんです。<ー>大勢来るとみんな寄てってた、寄ってたかって言いたいこと言うでしょうん、うん、攻めるのよみんな人が集まると。一人だとまあ人間同士だから。経験あるでしょうとかって言って気持ちわかりますとかって言うとわかるわかるっていう話になるんですよ。 今もしかしたらメモ取ってる人と、ああ、そうしときゃよかったと思ってる人がいるかもしれません、ね、いやもう絶対そうした方が良かった。いや、なんか僕らからしたら一回で済むなら一回でって思っちゃうけどううそうじゃないんだ。あの、<う>集団のあのなんかリンチみたいになっちゃうよりは、はい、あ,あれはね、集団だから何言ってもいいと思って誰が言ってるかわかんないからバン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 言ってくるでしょ。あれダメよ。マイナスマイナス。 ああ、じゃあ俺の今の不倫がバレた時にはそうしようって。そんな時代してないでしょ。知ってしてないのわかるから、ね、する度胸もないですから、ね、<laughs> 度胸の問題なのか。こういうところから炎上するからね。伊集院が不倫を度胸って言ったって、ね、<laughs> 度胸じゃないよね。神さん大好き。よし。<laughs> <laughs> そんなでかく言うのも変だよ。<laughs> 僕はなんかすごいその印象が、はいはい、あのー、女優さんとしての、吉原炎上とか、はいはい、れ俺聞いて肉体のもも見ました。はい、そうです、ね、あ、はい、肉体のもあの時は2二28が陽気楼で、29歳が確かに吉原炎上。はいはい、30歳で肉体のもんだったような気がする。はい、28、29、30。3年連続かなあの、五社秀夫監督な。なんて言う よくああいうこと体,体当たり演技とかね。ああ、そうですね。すそうですね。あの、吉原炎上の、はい、私が死んでいく間際の噛んで噛んで、ここ噛んでっていう真っ赤な布団部屋があるんですけど、<laughs> はい、これは1回テストの1回本番で終わりました。<laughs> で、だけどもう本当にもう無我夢中で、絶対に血を吐いたりするでしょう。うん、だから失敗しちゃいけない。1回で取らなきゃっていう思いがあったので、全集中したのね。はい。 で、だから一回、ほ、あの、本番始まって、もう自分は自分じゃないんですよ。うん、その、役どころの小花って役をやったんですけど、うん、オイラの。うん、その小花にもなっちゃってるのね。うん、だから、だーっとやって演技終わって、ばーって、か監督がカットーってなった時に、聞こえてはいるんだけど、<は>体が動かないの。はい、はい。放心状態。はい。 放心状態入っちゃって。もうなんか、もうすべてのエネルギーを使い果たした感じなんだかね、自分じゃないの。へえ<ー>。だからなんていうの、あの、金縛りにあった感じ。放心状態、金縛りにあったから、はい、動けない。はい、耳は聞こえてるけど動かない。はい、そしたら監督がすぐに気がついてくれて<ー> 2>、2月のね、真冬だったのね、寒い、上半身出してるでしょだじゃ、革ジャンを脱いで、で、私にかけてくれて、揺すってくれて、ミネ<ー>ちゃん大丈夫って。 言ってくださってから、はって我に返って、大丈夫ですって言ったんですよ。ぐらい、すごい集中力だった。じゃあなんかその、こういう風な演技をして、ここでこんなところ向いてとか、そんなんじゃないだ。いもう何か乗り移ったままのももも。あの小花役の代わりに、その、小花って役でしたけど、多分、オイランが乗り移ったかもしれい<ー>亡くなったオイランが。降りてきた降りてきたんだと思う。じゃないと悲しりみたいにならない。方針状態なんてあんなの、 お芝居でで初めてですもんあれって、はい、で、こう終わって、はい、まあ今と違ってすぐに確認できなかったりするから、処方だったりとか。はいはい、ただね、あれはね、はいあの、私の場合は、えっと、噛んで噛んで、ここ噛んでっていうのが、3倍遅くしたんですよ。だから、アフれこうしたの。声を、ゆっくりスローモーションに合わせて、声は別撮りしたんですよ。はい、だから、余計今度、その、 音を入れるときに、声を入れるときに、3倍のゆっくりさ、なんだけど噛んで噛んでは叫び続けなきゃいけないので、はい、本番でも大変でしたけど、今度、声だけで喋るときも、映像を見ながらね、喋るときも、私ね、目が回って倒れるかと思ったんです。それすごいのは、その、特殊な撮り方をしてるわけじゃないですか。そうですよ。その時は気絶するほど、その、演技して、そう。一回日常があってから、 もっかいやってくれって言われると。そう。えっと、いた子としてはこれ下ろさなきゃならないわけですよ、もっかい。でもね、もっかない、もっかいないんですけど、その日。同じ日。はあ、同じ日に。で、監督が最初こんな感じって、うもう3倍に遅くしちゃってるから、はいはい、普通と違うので、はいはい、こんな感じって五社監督が、だいたい言ってみてくれて、てはい、わかりましたって。はい、じゃあやってみようっつって一回テストでやって、 ああ、そう,そうそうそう、そんな感じ。もうちょっとね、もうちょっとたくさん喋ってとかって言いながら。で、2回目本番行こうかって言って、2>, はい、2回目本番行ったんですけど、もう1回撮ろうって3回。で、3回で大体 OK 出たんですけど、うん、監督に、もう監督ダメ、私倒れそうって、本当に目が回るんですよ、もう。息ができなくて。 すごいのが、その今でこそ、その撮った映画のフィルムそのまま、そのフィルムじゃないから、すぐ見れたりとかするし、その3倍にしました、スローにしましたっていうのも、その場で見せてくれたりするじゃないですか。はい、そうですね、その場でね。で、やり直しも当ててみたりとかも、その場でパソコンがあるからできるんですよ。そうででも当時、監督のイメージと、そのなんだろ、自分のその降りてきてる感じと、それでやるしかないんですもんね。そうです、そうです。その時の雰囲気は、 覚えちゃいないけど感覚わかってるから、体は体が覚えてるから。だから多分アフレコの時も、やっぱり目が回りそうなぐらい、まあ長くなったから余計苦しいんだけど、その苦しさが書いてよかったのかもしれない。あの、お芝居して演技してる時は、もう普通にできてるわけじゃないですか。それでまあ放心状態にはなるけど、 ラジオの場合も、目が回るほど来る、あの、息ができないぐらい叫んでるから、はいはい、その切なさとか苦しさが、本当の息が止まる苦しさだう。スローリーされちゃったもんそ,そ,そうそうそう。死なーっていう。そうそう,そうそうそう。もう、これは <laughs> この後死ぬぞ、みたいな感じで、ほんと次の日、顔を見で出てくるわけでしょ、朝。<laughs> ね、<laughs> でも、五社組はど、どんなですか、はい、やっぱ厳しいですかあの、役者さんによって違います。五社監督はね、女優さんとか、 皆さんをよく見ていて、はいえ、この人はテストをいっぱいやった方がいい味がどんどん出てくるっていう人には10回、20回、30回ってテストします。だけど、あ、この人は、あのスパってやって勘でやれる子だからパってやった方がいいと思うとテストをそんな 1, 1回とか2回ですぐ本番行きます。だどっちかというと私の場合は、 えっと、一番いろんな人が絡んで、お祭りのとこだったんで、絡んでたんですよねで。その絡んでたところの人のこのまつわり方、うん、接触の仕方とか、タイミングがあるので、それでね、10回、13回やったのかな一番長いので。はい、あとはもう自分のところだけは、1回テスト、1回本番がほとんどでした。はい、でもそれで見事にその状態にするんですもんね。おろす状態にするわけだから。ではい。監督の言ってることが多分、感覚が似てたん。 受け取りやすかったんだと思うんですね。で、ミネちゃんに何かもやらしちゃいけないって監督思ったんだとたんこの人は何回もやるとつまんなくなるタイプだって。私がつまんなくなるの。確かにわかります。なんか、そのラジオのトークとかでも、一旦スタッフに話してみるタイプの人と、いや、これはもう話したくて誰にも取っとくっていうタイプと言って、それどっちがいいってことじゃないんですよ。その人のタイプがある。そうそうですね。で、ラジオも名ディレクターはその辺泳がせるのめちゃくちゃうまくて。うん、そうですね。いやあそういうことなんだな、名監督は。 うん、そうだと思いますよ、だからちゃんと人を割り振り考えて、うん、あの舞台の癖のある方とかは、舞台の癖を消さなきゃいけないから、はい、35回ぐらいやってましたもん。ん大変ですよ、すそれは、大変ですよ。で、多分その、えっと、監督の違う違うの向こう側に初めて出てくる人もいるんでしょうからね、そうなんですよ、35回ぐらいやらないとその、もうやり続けて疲れ切ったあたりが、癖が抜けるんでしょうね。なるほど すごいなって今の話の中でも思うのは、はい、そうやりながら、これは3倍回しで通ってるってことは、こうなるんだってことが瞬時に理解できてて。そう、頭いいからね。頭いいですさんね。さんね。いやいやいや。<laughs> 俺は本当に。すぐ想像できるでしょいや。<laughs> でも聞いてたらなんかその迫力みたいなものがわかるんですよ。うん、はい。うんはい、で、実際本当後で見てみて違ったらまたやんなきゃなんないし、またやれんのかったら難しいわけだから。もう、もうだって着物だって、一、まあ用意してくれてるかもしれないけど違う着物をすればいいんでしょうけど、やっぱ私としては、 衣装とか、その着物さん、衣装さんとか、床山さん、いろいろ迷惑かけるのは嫌なの。はいはい,はいはい。だ絶対、血を吐くってことは絶対着物に汚れてるはずなんだから、はいろんな布団も汚れるし、はい、で、色が変わってくるでしょ、はい、ょ場所的に。はいはい、で、また乾かすのとかなんかしたら時間かかるから、それは、気がもうぐっと集中できないので、絶対一発本番、 オッケー取らなきゃダメだ。それぐらいやんなきゃダメだと思ったな、あのシーンは。それは、西川さんがもともと持ってる度胸ですよ。はい、俺多分そうなっちゃったら、うん、鼻から血出ちゃいます絶対。<laughs> 絶対だぞ。絶対一回でやんなきゃと思ったら、絶対、ああ、鼻から、下手したら耳から出ちゃう可能性あるから。でも本当にそうですよそれが、 俺なんかは割と、あの予備もあるから大丈夫よって言われた方が頑張れるんだけど、たぶ私一回で決めようって自分を上げてやれちゃうタイプなんですね。そう,そ,うすそうです、そうです,そうです。もうあれはもうそうしなきゃいけないと思ったんです。<laughs> <ー>だから多分<ー>私じゃない人が入ってこれたんだと思う。 いや、そんな中で今日時間ちょっと短いんで、はいええ、あの、活動によって、今日短いの、短いんですよ。の短いの<う> <laughs> 長く喋りたい <laughs> あのね、この後で、ね、若い女の子が来るんですよ。なんだよ、それは。<laughs> 若い女の子のが大事なの <laughs> 素晴らしい <laughs> 素晴らしいはいええ少し今延長することをしましたか <laughs> 過ごしてくださいよいやなんか活動予定を聞いてたら、はい、もう結構大変でそれこそコロナがあるから<え>そのえっとこう延期になってるものとかがいっぱいあるあってうです本当に去年は2月の終わりから、はい、全部キャンセルになりましたね。 主演舞台、悪い女、はい、シリーズ、最新作。はい。えっと、とりあえず今のところ4月15日木曜日から公演ができたらいいなって頑張ってるんですが、という、はい。はい。あの、4月15日、16、17、18、はい、19日のお昼の分まで、はい。築地本願寺のブリディストホールで、はい。一応やる予定なんです。はい、こればっかりは世の中わかんないですね。わかんない。今増えてますからね、コロナがね。えー、うんす。すごく増えてますけど、4月だと、 あと何ヶ月かあるので、皆さんが本当緊急事態も出ますから、これ自粛本気でしていただいて、私ずっと自粛してたんですから。そうですか本当に買い物も、なんか病院と治療の帰りに買って、あとは出ないって、本当に徹底してました。今家にいるのがもともと好きなんですけど、あの、外食、あと出前も一切一回も取ってないですから、去年の2月から。はい。全部自分で作ってました。だって出前の人がもし、 コロナにかかっていたら、受け取っただけでかかっちゃうじゃない,かかない、ね、まあね。だ今だから置き配なんてみんな頑張ったりしてますけど。うん、いやでもこれでえ主演舞台が一応スタンバイだけして待たされてる状態で。そうです、そうですう。3月から稽古入るんですけど、3月20日ぐらいから稽古ですかね。うんうん、ですからそれまでに少し収まっていただければ、人数を あの、客席を一つ開けたりしながら、やれると思うので、去年がやれなかったですから、私の、えっと、悪い女シリーズって言いまして、悪い女はよく眠るから始まって、よく拝むとか、そういうタイトルなんですよ。だから、これから打ち合わせに入るんですけれど、えっと、それの第4弾まで、お通しまでやったんですよ。去年やれなかったから、今年で第パー、 とファイブなんですね。これ続けていきたいのでね。何としても4月やりたいの。だから皆さん、家にいて、お願いだから、か <laughs> コロナにかからないでい。でも全員がそんな思いでいるといいんだよね。俺、こうしたいから、何月にこうしたいから、みんなで自粛しようぜそう。そう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 。もう、なんか、そのあの人はしてないとか言い出すと、キリがないんだよね。そうです、そうです。だからできるだけ皆さん家にいていただいて、あの4月の時に、 皆さんで来ていただけるように、はい、本当によろしくお願いしますわ。それと映画、映画。はい。はいえー、映画、はいはい。めぐみへの誓い,い。あのー、拉致被害者、横田めぐみさん。横田めぐみさんみはいはい。えー、の、あのー、ご家族の話ですね。えー、それの私は、あのー、えっ、ー、とー、えぇ、ー、なんだっけ。工作員。そう、工作員の彼女。うん すごいですね、ここ書いてありますけ北朝鮮工作員の内縁の妻、彼女役。そう,そ,うそうなんです、そうなんです<ー>。あの結局利用されてるんですけどね、私も。<ー>あの惚れてるふりされて、利用されてるんですよ。 だからわかんないです。その、いわゆるスパイノって今までもっと、もっと、ねはいはい、の、あ、う、の、ん、フィクションのスパイノも,もいっぱいあったけど、うん、はい。もうわかんないです誰が誰を騙してて、誰が何なのかわかんないですもんね。そうなんで,でもね、この監督は、あの、結構、全部、調べ上げて、調べ上げて、り<ー>かし近いものを引き出してます。<ー>だ横田夫妻にもしょっちゅうお会いしたりして、お話を聞いて、う全部に、方にお会いして、やってますから、大体その工作員の彼女も、え、お兄さん、 と、家族が、要は向こうに捕まってる。だから、助けてあげなきゃいけないので、私は必死になって家族のために、要は日本にずっと住んで、在日してるんですけど、もう本当に助けるために必死なんですよ。こっちも。日本人には申し訳ないんだけど、日本に住みながらだから日本の気持ちもわかるの。でも助けなきゃいけない、家族を。でも実は本当はとうにもう殺されてるの。 自分の家族。全部ネタ喋っちゃうような気がするんで、これあの。いや、そこさらに熱いものだらですもんね。そこまで描いてないから大丈夫。そこはまた別描いてないから大丈夫。それは役作りのために自分が学んでるわっそうそうそう、監督から聞いた話だから。そうそう、実際そうなんですよっていうのは聞いた話だから。すごいですね。そうなのその台本外のこともかなりじゃあ勉強して勉強して、 はい。私の役所の人は、実際に、今、日本に住んでますから。<ー>いらっしゃるの。実際に経験してるの。この、えーはい、恵みへの誓い。二 2>, <い>2月19日金曜日に劇場公開ということで、はい、はい。小松正夫さん出てるんだ。そうなんですよ。だから私、元気な時に、その、癌だっていうのはもう分かってらしたみたいですけど、うん、去年の2月か3月の、3月ぐらいにお会いしてるんですね。で、春先にもお会いしてるんですけど、全然、 痛いとか、そういう表情もなく、もう、小松さんそのまんまだったんですよ。で、私のことをミネンコって言うのね。だい <laughs> 私のことをミネンコっていうのは松方弘樹さんと、小松正夫さんだけだったんですよ。ミネンって言ってくれる人いなくなっちゃったじゃないですか、ね。そうそう、二<ー>人ともいなくなっちゃったんですよ、ミネンコが。だから私はミネンコじゃないマギーミネコじゃないんだから、私は。<laughs> ミネコって私よく言ってたんですけど、<laughs> そう、本当にびっくりしました。 お元気だったので、普通に。えー、まあ、プロ、プロっていうことなんしょう、ね、プロです。あの、隠したまま、えー、ね、撮影してらしたんでしょうから。 さあ,あ、えー、時間いっぱいになってきまして。あ,あ、もうそんななったの ?30 分やるんじゃなかったのああいや、若い女が来るんですよ。だからそれかいて。<laughs> 若い女はいいだろ、別に。<laughs> 最後に皆さん一言いただいてるのが、はい、これからの夢とか野望とかを聞いてるんですけど、はいはい、西川峰子さんの場合何ですかいや、まずコロナに収束していただかないと。そうです。さ、みんなの夢と希望とですね。もうそれが、 えっと、何年続くなんていう世の中になったら皆さん生きていけなくなっちゃうので、うん、私はやっぱり皆さんに命ってものを大切にしていただきたいので、うん、まずそこがなければ始まらないと思うんです。うん、まずこれを収束してから、私たちの夢はどんどん増えていくと思うので、うん、私はまず収束が夢です。ですね、このコロナがなくなること。 でもう亡くなった後でで「よしじゃこれやろうあれやろう」はい、ってうどんどんもうなくなったらもう何もかもやるわよエネルギッシュにバンバンやるやる<笑><笑>すげえことしとるそうんでもこいだよ持ってこい <laughs> <laughs> みたいな <laughs> ということで今日のゲスト、はい、西川み里子さんありがとうございましたありがとうございました伊集院光とラジオと奥森さつきと伊集院光と 本日二人目のゲスト、奥森さつきさんは2004年生まれ、東京都出身の16歳。3歳で芸能活動をスタートさせ、2008年、NHKE テレ日本語で遊ぼのレギュラーとなりました。以来子役として数々のドラマや映画、CM に出演。2017年からは1年半にわたり、テレビ東京のおハスタでおハガールを務めました。 そして最近では、ラジオとお笑いをこよなく愛する現役女子高校生としても注目を浴びている、タレントで女優の奥森さつきさんをお迎えします。さあ、えー、本日後半戦二人目のゲストは奥森さつきさんです。よろしくお願いします。おはようございます。奥森さつきです。よろしくお願いします。どう どうっておっしゃいました今。今どうかなうと思って <laughs> なんかもう緊張するかなというふうに思ってたんですけど、うん、この憧れの伊集院さんを目の前に、はい、意外と全然大丈夫ですああさあ度胸そうっていうい,、ね、<laughs> いやなんかねそもそものきっかけはえー、っとあれウェブのクイックジャパンはいクイックジャパンウェブというサイトですねでそこでラジオに関する連載を ま、あ持ってて、始めた時に、第1回に、伊集院ヒカが好きだっていう、もう熱い文章を書いてて、で、それが周りから、おっさん持ててんぞって言われて、読,読んだんです。ありがとうございます。で、正直にまっすぐに言うと、すごい嬉しい文章で、あの、自分がこういうとこ好きになってほしいって思って、 ってラジオをやってても、うん、そうじゃないとこ好きでもいいじゃないですか。うん、だけどなんかこう、あの、嬉しいところを褒められた感じのする文章で。本当ですか、はい、よかったです。<laughs> <laughs> 俺のいいとこどうすか <laughs> 改めて。改めて。伊集さんのここがすごいっていうところは。本当に、はい、まあ、もともとラジオが好きで、うん、芸人さんのラジオとかいろいろ聞いてきたんですけど、うん、やっぱりこう伊集院さんのラジオが一番こう聞いていて、充実して楽しい時間だなって思えるラジオだと思っていて、うんまあ、特にその、もう本当に心の底からどんな時でも笑えるような、くすっとしちゃう時も一人でありますし、逆にこう、私2004年生まれで、はい、まだまだ知らないこと だららけけでですす生まれる前のこことととかかって全く知なないことばかりなんですけど、うんうん、そういったことのお話とか聞いて、ああ、そんなことがあったんだなとか、興味深いことがたくさんあるんですね。それすごい嬉しいのは、はい、16歳ってことは、自分もうラジオ歴32年3年だから、うん、自分がラジオ始めた頃のことなんか全然わかんないし、うん、なんかその、 えっと、高校生の時聞いた流れでずっと聞いてくださってるっていう方もう嬉しいんですけど。はい。え、何歳の時初めて聞いたの中学校の2年生ぐらいですかね。でしょはい。そのあたり、で、中学校の2年生って3、4年前ってことでしょ <laughs> そうです、3年くらい前。3、4年前です。<laughs> で、それぐらいで聞いて面白いと思ってもらえるっていう想像すらしてないので、ちょっとびっくりだったんですけど。<laughs> はい。え、すっごいラジオ好きなんでしょ <laughs> これ大好きですきっかけは、なのきっかもともと、まあ、お笑いがずっと好きで、家族みんなで見ていたっていうのもあるんですけど、母がラジオリスナーで、それこそ、あの、TBS ラジオの、おぎやはぎさんのメガネビーチとか、はいはい、バナナマンさんのジャンクとか、を聞いていたのがきっかけで、うん、お母さん、<laughs> 俺聞けよ。すみません。で <laughs> で、私も、あの、 それがきっかけで、もともとラジオを聞く習慣みたいなのはあったんですけど、最初はまあ自分で、そこからお笑いで好きな芸人さんのラジオを聞いてみようというふうになって、三四郎さんとか、アルコアンドピースさんとか、まあそういう、ちょっとまあ、若手と言いますか、まあ若い感じの芸人さんのラジオを聞き始めたのがきっかけで、そこからじわりじわりと沼にはまって、いろんなものを聞くようになりましたね。今そういう連載とかもあすごいよ聞いてるんでしょ そう、週どれぐらいま、でも30時間くらいです時間すごいな、30時間すごいな。それは生で聞いたタイムシフトで聞いたり、いろんなことをそうですねしながら。あのね、ぶっちゃけね、あの、こういう仕事をし,してると初めて会う若いタレントさんが、伊集院さんラジオ聞いてますって結構定番の殺し文句くら <laughs> 実は。そうですあのね。 あのー、それでもいいんだけど、ラジオってあんまり好きな人がいないから、うん、隙間だから、私これをが好きを売りにしようっていう戦法がもうすでに、女の子の若いタレントさんの中にあるのね。はあ はあ、あれはどう思うこんなに本当に好きだと。<laughs> いやいやいや。悔しくないなんか。いや、でも、まあ、きっと、多分そういう風に見られてしまうんだろうなっていう気持ちもあるんで最初警戒するからね、こっちは。<当>こっちは警戒するから。ね、ラジオ好きなんですよって言っても、待てよ、だけどな、そう、い成功があると聞くぞ、<laughs> みたいな。ななからね、いや、そうですね。でも、なんかそれが、たとえこう、あんまり、 そのラジオを本当は聞いてなかったとしても、そうやって好きってその方が言うことによって、またそれを影響して他の方が聞いたりとか、そのファンの方が聞いたりとかって、広がりがある可能性があるじゃないですか。きっとだからそれでまたラジオ好きな人が増えるから、<っ>か俺よりラジオ愛がある<マジ> <laughs>。俺以外のなんか力強いっ、ね、みんなと思ってるから、<笑><笑>俺の影をつけると思ってるから、あ、でもそういう割と広い、えー、ラジオ好きな人が増えてくれるきっかけになるんなら、それはどっちでもいいじゃんっていう感じだ。なんはい。なんか よく、まあ、ラジオに限りませんけど、こう、にわかみたいな、あんまり浅い層のファンの方をちょっと揶揄する言葉とかってありますけど、全然そういう方が多い、多ければ多いほど、その、まあ、エンタメが発展しますし、いや、本当そうだね。だからこそ、だからそういうラジオをちょっと初めて聞き始めたみたいな方が、こう、本当に好きな人を受け入れる、本当に好きな人側が受け入れる形みたいなのが、 あるからこそ、こう、よりね、好きな人が増えていくので、いいことだと思ってます。なんかすごい、まず、あの、皆さん、もう一回言っときますけど、この子、16歳ですよ。16歳で、昼間の生放送で、こんなにきちんと受け答えできる、16歳のこれ何してた俺。うん、え,えどう変わった石とかさ、<laughs> うわ、でも、すごいね。<laughs> そう考えると、すごいね。え <laughs> ラジオ当然やりたいでしょうめちゃめちゃやりたいんですよ。うん、でも、あっちこっちで、ラジオ好きです、ラジオやりたいんですと言ってるんですけど、<ー>なかなかお声がかからないもので。<ー> <laughs> やるとしたらどんなラジオがやりたいんですかそうですね。でも、やっぱり、こう、フリートークを中心とした、はい、もう深夜のラジオがすっごくずっと好きで聞いてるので、<ー>まあ、今の自分に無理だとしても、うん、いつしかは必ずやりたいと思ってます。 でも、ジャンク毎日聞いてるんでしょ聞いてます。誰やめさせるえぇおぉちょっと、あそこだったら変わる、れるっていうのがないとっていう。いや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 。でもなんかね、そのいきなり長い時間と16歳ってやっていいのか夜中深夜。いやいや、まだダメなんですよ。深夜帯も出演ができない年齢なであ、そうなよかそうですね。 でもなんか、その実は、そのプロデューサーの大谷っていうのはものすごいクイズで、正直ね、はい、伊集院光が好きだってげ激烈に言ったことがちょっとマイナスで、呼びづらいの俺は。<え>あの、俺の方から、うちの番組にレギュラーにしてくれっていうのは、ちょっとあまりに、お前何なんだと、なるからな、なんだけど、逆に、プロデューサーの大谷の方が、 俺がちょっとそれやらしすぎるだろうって言ってるのに、ゲストに一回絶対呼んで話してほしいって。うん、うんね、うん。ありがとうございます。<laughs> だから追い風は吹いてると思うんだよね。あれじゃあ、や、やったら、どうですかラジオ。<う> <laughs> アシスタントを変えるって手はあるもんな。お<ー> <laughs> おー プロデューーサーなんだんーのーこの番組のプロデューサーが気に入ったっつってんだから<あ>アシスタント会話とか一番早いよ。俺も楽しみにすげえ楽しみに来れるし。そ,<う>ね、<laughs> そんな、いやでも本当に。自分の中で <laughs> ラジオってどういうところが面白いって思いますかそうですね。うん、やっぱりでもあの、 あの、知らないこととか、まあ、想像力みたいな部分がすごく養われるなというのが、まず第一にあって、うんこ、興味のないことも自動的に入ってきてしまうじゃないですか。例えば私、野球とか全然知らないんですけど、伊集院さんのラジオを聞いていると野球のお話が出てきたりとか、歌舞伎のお話が出てきたりとかって、そこでまた新しく知ることがたくさんあるのが、好きなポイントですね。いや、なんかそれもすごいね、16歳ぐらい、 で僕の今のの今歳は絶対興味のないことに,に触れる機会がが少なないような気がするいや、本当にそうです。えー、例えば YouTube とかでも,も好きなものしかお勧めされなくなってくるので、うん、本当にご狭いこうコミュニティになりがちだと思うんですけど、ラジオを聞いている限りそうにはならないなというふうに。 自分の、ね。おっさんが2時間好きなこといろんなこと喋るからね。本当そういうもんなんだよね。でも、すごいなと思うのはもうそこで、なんかその、僕らが今若者に絶対勝てないなと思うところは、興味のあることを突き進む力は下手したら俺たち勝てないと思うんだ。うん、ん狙って全部見っけられるし、狙って聞けるから、うん、ただその興味のないところに何かフックがあるみたいなのは、やっぱりなんか、うんうん、俺たちそういう世代だから、一家に一台しかテレビないなって。 姉貴が見たいテレビをいやいや見るっていうそういうところから入っているから <laughs> <ー>そこはすごいと思うな、はい、あとはじゃあラジオ以外で好きなことや苦手なことは何ですか、はい、好きなことでも本当にやっぱりお笑いが好きでお笑いもずっと見てますね全然その テレビとかにも出演されてない若手の方のライブ見に行ったりとか、うほうほう本当にお客さんが5人しかいませんみたいなところが好きですね。え、今誰も知らないだろうけど、私はこの子が好きです。誰お笑いえーっと、町浦ピンクさんご存知ですか全然。ごめんね、<laughs> 町浦ピンクさん聞いてたらごめんね。<laughs> 町浦ピンクさんはどんな人ですかあの、こう漫談の方でピンなんですけど、全部嘘しかつかないっていう。 最初から最後まで嘘なんですよ。うん、もう、うん、行った場所とか見た景色全部嘘なんですけど、<ー>もう、嘘つき通して一人で熱量込めて、ブワーって喋ってくっていうネタの漫才。ピン、ピンピンです。もマイク一本で、何も別に特に、<ー>あの、小道具とかも使わず喋る。<ー>なんかそれもラジオとか、それこそ伊集院さんに通するところもあって。もう<ー>、嘘ばっかついてるからね。 いや、なんか、今日、今日はちょっとね、時間がなかなかなくてなんだけど、まだ、っていうか、その、 あなたのこと、奥森さんのことをほとんど聞いてなくてすげえ申し訳ないんだけど。え、もうずっと子供の頃から出てるんでしょこういう出る仕事してるんでしょそうなんですよ。ゼロ歳で読者モデル始めて、ゼロ <laughs> 歳で読者モデルまだゼロ歳ってしっとりしてる頃だよな。<laughs> そうです。んモデルみたいな。で、3歳で、子役事務所、モデル事務所に所属して、そこからはずっと NHK の教育番組だったりとか、うん、まあ、子役として CM、ドラマとかに、 出演させていただいたりとかでした、うん、将来はラジオ以外でどうなりたいんですかまずやっぱり タレント業を頑張りたくて、テレビとかで活躍できるようにっていうのが一番の目標なんですけど、それこそあの、書く仕事がすごく好きなんですよ。うん、いや、文章力すごかったよ。端的に書かれると思ます。でしょ ?16 でしょいや、これはちゃんとした文章なんですよ。そう。俺16なんて、彦一トンチ話を読んでみたいそんな、そんな世界だも16歳で。でもその、書く仕事ももっと頑張りたいなって思ってます。連載とか、本を書くとか。 そういうお仕事ができたらなと思う。<ー>今のところやってるのがその言ってた、えっ、ー、と、クイックジャパンウェブ。はい。で、ここで、ま、ラジオとかお笑いに関する連載そうですね。まあ、いろいろ書いてるんですけど、やっぱりお笑いとかが中心で、ね、うん、今日のこともまた今月かこうかななんて、思ったに思わなかったり <laughs> おどうしよう、どうしよう。<laughs> どうしよう <laughs> 思ったに思わなかったりとか。ね、え、<laughs> あと、あとはこう、こういうことやってますわ。 あとは n h k イテレの日本語で遊ぼうという、はい、教育番組であったりとか、あと水園サーという子供番組などもやらせていただいています。SNS 発信みたいなことも ?SNS はインスタグラム、ブログやっていまして、ここでもラジオとか好きなことばっかり書いてるので、うん、よかったら見てください。俺、フォローするべきなのかね <laughs> インスタグラムを。<ー>え、どっちどっち決めて。俺初だと。 今日ジャリって言われる可能性あるから、あいつなんか、<laughs> な,んかなんかあいつフォローしてんの、フォ <laughs> ローしてんの見たことあるから、どっち、ど、どっちが正しい。ぜひよろしくお願いいたします。まね、でも、見、見られるの嫌だったりしないなんか大丈夫 え、見ていただけるのであれば、以上さんに向けた発信をこれから。みんな、みんな聞いてよ、みんな聞いて。ちょっと俺は頼まれてすんだからね、フォローすんだからね。<laughs> あいつなんか女子高生のインスタをフォローしてるぞみたいなことじゃない。<laughs> ないからね、それはね。いやでもなんかちょっと、その、この番組も含めて、まあ、なかなか学業と一緒大変でしょうけど、いやいや夜中はどうやら生は無理らしい。またぜひいろんな、<laughs> はい、あ,のあの、お話を聞かせてほしいし大谷は、本当はリポーターで使いたいんだよね。多分、大谷プロデューサーはリポーターで、リポーター気持ち悪いやつがごいてるて大丈夫だよもう <laughs> 本,本当に。でも、<laughs> ね、あの、パーマ大佐さんとか、かそうだよう、今ホットな話題のニュース一番のパーマ大佐とかと競うことになるけれども。いや、ぜひ、できるのであれば、何でも頑張りたいです。いや <laughs> 中二さん次第ですかこれは、うん。まあ、それは多分大谷本当に大谷次第です。<laughs> で、俺次第って言っちゃうとまたやらしい感じになるし、<laughs> あと困っちゃうのは、その、<laughs> えっと、じゃリポーターになるとして、奥森さんが来る曜日の、 服装みたいのも、家で、まずみさんが何回ずつ浮かれてんなっていう話になってるんですよ。なんか、そんなの着てく寝癖でいかねえんだ、この夜明けみたいな感じになってきた時に、結構いろんなピンチには立たされるんですよ。でも今後とも、よろしくお願いします。ちょっと元気出ました。えー、奥森さつきさんありがとうございました。ありがとうございました。